私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。その恵まれた体格で将来の活躍を期待させる秋田ノーザンハピレッツアンダー15千葉壮太選手にお話を聞きました。千葉君、はい、でかいよ。身長何センチですか？195センチです。ちょ、足のサイズは31センチです。売ってる？ネットとかで買ったりしてます。中学校3年生じゃないですか、はい、いつ頃からこう大きくなってきたんですか？まあ結構元から大きくて、小学校の日からも結構小6でも180くらいあって。あ、なるほど。得意なプレーは何ですか？体を生かした力強いプレーとか、うん、あとまあ今は外のシュートも練習中です。ちなみにハピレッツの選手で好きな選手も参考にしている選手はいますか？ジョーダン・グリーン選手です。もう完全に中も外もできるような、はい。じゃあバスケ全体を見て誰が好きですか？渡辺雄太選手です。似てるもんね、どことなくね、はい、ユースと中学校の部活って違います、はいはい、でやっぱりハピネッツのユースはトライアウトに合格した選手が来るので、うん、やっぱりチームメイトのレベルも高いし、うん、本当にプロを経験した選手がコーチやってくれるので、うん、本当に高いレベルの技術を教えたりすることがやっぱり部活動との違いだと思います。ければスポーツなので、はい、まあ、楽しさだけではないと思うんです、はい、ここしんどいなって思うところってあります？まあ、練習の中でうまくいかないときとか、うん、チームの雰囲気が暗くなってるときがちょっとしんどいと思う。そういうときはチームを上げていく感じ、はい、プレーでも引っ張ってその役割もしてると、はい、ジュニアの合宿に参加したっていうことなんですけれども、はい、どうでした？全国各地からバスケのまあレベルの高い同年代の選手たちが集まってきて、まあ190センチぐらいが普通で、結構まあ自分より大きい人も何人かいたりしたし、みんなスキルのレベルが本当に日本でもトップクラスで、すごいいい経験になりました。中学校3年生ですけど、はい、勉強もね、はい、どうですか勉強の方は？まあ、自分は結構まあ将来的には海外行ったりしたいので、英語とかを重視して勉強していきたいなと思うのと、うん、やっぱりバスケがダメになった時にバスケしかないと社会では通用しないと思うので、勉強にもしっかり励んでいきたいです。じゃあ最後に、千葉選手にとってスポーツの力とは？はい、スポーツの力とはみんなをワクワクすることだと思います。 NBA で活躍する姿を見たいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。スポーツの力